なんか困ってるね。ん？おじさんとは口を聞いちゃダメなの。そうか。じゃあよ、このおじさんに話してみろ。こう見えて強いんだ。何でも解決してくれるぜ。な。子供に優しくすんのが大人の役目だ。覚えておこう。それで何があったんだ。あのね、ピオちゃんがどこか行っちゃったの。ピオちゃんは仲良しの小鳥なんだよ。おじさんみたいに髪がツンツンしてて。それってクラピオのことじゃねえか。クラピオ？その鳥の名前だ。モンスターに襲われていたのを助けたんだ。そうだったんだ。みんな、ピオが砂漠の方に行ったってジージが見たんだ。砂漠？どうしよう。おじさんたちに任せろ。見つけてやる。本当？おうや。ジージが言うには、共和国時代に使ってた鳥小屋が砂漠にいくつか残ってるんだって。そこに罠を仕掛けるといいって言ってた。罠になるバードトラップはアイテムクラフトで作れるよ。なるほど。じゃあまずは罠を作らねえとな。星の民、今こそ星とつながり。
どけ。でちゅう。何？どけ。やっ。どけ。ちゅう。ちゅう。か。畳みかける。やっ。それ。ちゅう。終わったな。ケチラ。トラップを仕掛けよう。しばらく様子見たな。残りの2つの仕掛け品をぜリミットからに行くか。おかしい。知らねえか。
これで罠は全部仕掛けたな。そろそろ他のトラップにかかってるかもしれない。よし、戻るか。Thank you.
く心配かけやがって。お、なんだ、一人で帰れんのか。もう迷子になるんじゃねえぞ。帰るようにしっかり言い聞かせといたからな。そうだったんだ、ありがとう。どういたしまして。ちゃんと食べ。早くでかくなってモンスターを倒せるようになれよ。いつかマリンと一緒にここに来てよ、全部話してやりたいんだ。それはいいことなのか。食材だからな。あんたは良くてもマリンにとっていいことなのか、俺には分からない。どうした。おじさんから離れろって父さんが言ってるって。それは仕方ねえな。俺たちは行くから、クラピオと遊んでやれ。僕、おじさん好きだよ。ありがとうな。